市中内のもうこの前雨だったから。そうですね、大変でしたね。もう、びっしょびしょよ。でもめちゃくちゃ釣ってたじゃないですか。うふふふふ、久しぶりやったっすね、あの幕長ね、うん、泣きそうやった、うん、本当は嬉しくて、うん、もう俺でもいいんだったんだったんだったんだ。だからでもオープニングを僕は見返してたんですけど、うん、いけそうな気がするって言ってましたもんね、うん、今フェリー乗る前に竿をね、あのこう縛るじゃないですか、バンドでトイレ行って帰ってきたんですよ。縛ったやつがふんって押してたんですよ。誰も触ってないんですよ、誰もいないんですよ。どう思います？今日いけそうです。バンドで結んで、うん、よしって確認してトイレに行って、うん、戻ったらパラッて取れてたんですよ。そんなマジックでガシャってなってるのに取れることある？と思って翔ちゃんと、おいと、ミニゴリラと、ふざけるなと。ミニだね、もう、うん、それはミニだと、うん、ミニ輪っか出してんじゃねえと。釣り具屋さんで何かあったみたいで、あ、そう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 、うん、この前アンチの方がこう、あ、いた話したんですけど、はいはい、生配信放送の時にね、まあ、そうそうそう、まあそれでちょっとなんか結構ビンビン来ちゃってて、いつもは聞いてないこともなんか聞いちゃうみたいな、はいはい、ちょっと気にしちゃう、そう気にしちゃう、はいはいはい、はい、うん、バカだから、ね、うん、車降りて、うん、でその入り口までこう行く時に、うん、後ろで、あ、お前行ってこいよ、あ、行ってこい行ってこいみたいな声、同じじゃないですか、前と、うん、そうそう声聞こえて、うん、いやここでも振り向かんぞと、ここ入って行って入り口のところで、うん、すいませんって言って、で俺は、うん、飽きたと、うん、でも、まあ、どちらにしろ挨拶は挨拶やし、まあ確かに、うん、アンチやったとしても、でも、うん、まあ確かに、まあ、リスナーさんやったとしても、確かに、どっちやったとしても挨拶せんわけ、うんうん、いつもありがとうございますって言ったんですよね、うん、そしたら、マスク落としましたよって言って、リスナーさんでも何でもなかった僕のミスだから、落とし物を届けてくれた、うん、いい人やった、うん、ハテナマークしかない、その後ろにおった友達もハテナマーク、え、なんこいつみたいな、あーって恥ずかしいな、ごめんなさいって思って、うん、すいませんって言ってパッて言った店員さん見たら、にやけてましたからね。店員が店員見て、買えない、何も買えない、もう耳真っ赤になっちゃう。それ恥ずかしいっすね、うん、もう逃げたいと思って、一番奥の、あの洋服のコーナーまで行って、用事がないのに、ないのにそこまで行って気持ちを落ち着かせて出て行った。すいません、見てたらすいません、その方、すいません。のぼせ上がってたわけじゃありません。だいぶになってた気持ちが出ちゃって、すいません。皆さん、はい、お待たせしました。お待たせしました。何の何じゃない、来てるじゃない、気になってたんだよね、ここがね、そうですね、はい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 、この辺がね、もうちょっと上ですね、この辺がね、あ、いいですね、いいですね、いいですね、この辺がね、あ、今日ちょっとね、モデルを用意してるんですよ、モデルさんが今日、はい、急遽ね、モデルさん、ね、出ることだったのに、すごい愚痴言われてましたね、さっきちゃんと聞いてたんですよ、そこでってことで皆さん、ちょっと遅くなりましたけど、はい、オリジナル T シャツの方がグッズですね。まあまあ見て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 、こちらです、素人の声が可愛くない。はい、リルレのね、オリジナル T シャツが完成いたしました。はい、カラーはですね、はい、僕が着てるあのブラック、はい、とホワイト、ホワイト、うん、あとグレーをね、用意しております。色展開ですね、はい、色展開、このウェアって数に限りはあるんですか、このウェア、そう、これ作ってる在庫限りになります、はい、ソールドアウトになっちゃうと、もうこのデザイン買えなくなっちゃいます、買いたいのにね、再販はないってことですね、再販はもうないです、また食べたいなと思ったらどうするの、おかわり、おかわりってさ、うん、大事だと思いません、皆さん、最初に大盛りを頼むんじゃなくて、うん、あったかいそのちっちゃいご飯で食べて、おかわりしてまたあったかいので食べれるじゃないですか、それがおかわりのいいところじゃないですか、全然わかんないですよね、ご飯に例えちゃってるからもう。と合わせてですね、はい、こちら今翔太が、着てる、見えるかな、パンツ、はい、パンツちゃんもなんと、はい、入ってます。これ素材がナイロン素材なんで、ははは、海でも結構しぶきかかっても弾いてくれる、ね、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、結構使いやすいで、汗かいても弾くんで乾くよね、早くね、乾きも早そうな感じですね、すごい使いやすいです、うん、これね、これなんて言うの、レギンスみたいな、レギンスね、履いてね、このままじゃね、ちょっと磯とか危ないからですね、うんうんうん、他にもグッズがあるんですよね、ええ、皆さんお気づきですかね、あるですね、パコッと、はいはい、こちらですね、かっこいいのよ、かっこいいのよ、リルレのね、オリジナルキャップになります、はい、後ろがね、こう調節できるタイプ、
ね、スナップバックっていうのかな、刺繍なんですよね、これちゃんと刺繍で、いろいろあったんですよね、これいろいろあったんですよ皆さん、魂の一品似たようなデザインでしょ、さっきのこう後ろ見せてもらっていいですか、これ似たようなデザインでしょ、これね違うんですよ皆さん、違うのよ、また別デザインになっちゃってるんですよこれ、そうなの、大変だったんだからそこだけを言わせてください、愛がこもってるここがこもってる、あとですね、はい、あのロンティの方、うん、今そこで制作してるんですけど、うん、まあ、この一緒のデザインでいくのか、また新たなデザインを作成して、うん、そこを使うのかはちょっと考え中なんで、またできたらホームページ、ビルレのホームページでまた新しく概要欄出ると思うんで、うん、はい、うん、そしたらまた報告しますよね、そうですね、できたらできたらで、はい、また SNS やったり、あの動画内やったりとか何かしらの告知が、はい、ここやっていきたいと思います、うん、まあ、気に入った方はね、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで、ホームページの方はですね、はい、概要欄、この動画の説明欄ですね、URL を貼っておくんで、そこから購入できるようになってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。